その2、調べよう。本やインターネットなどを使って調べてみよう。本で調べるときは、地域の図書館や学校図書館へ行きましょう。まずは本棚を眺めて、調べたいテーマに関係している本を探そう。パンフレットなんかも置いているかもしれません。新聞記事から探すのもいいですね。百科事典も強い味方。テーマに関連したことが分かって、調べることが広がっていきますよ。他にも本屋さんへ行ってみましょう。ここでも本棚を眺めて、最新の本が見つかるかもしれません。置いているパンフレットも見てみましょう。雑誌の特集からも探せます。見てるうちに詳しいテーマが見つかるかもしれないね。でも欲しい本が見つからないときはどうするの？図書館なら司書さんや学校の先生、本屋さんなら店員さんに相談してみましょう。インターネットで調べるときは、おうちの人に相談してみましょう。まずは調べたいテーマを検索して、テーマに関係するホームページを探してみましょう。テーマに合ったイベントが開かれているかもしれませんよ。インターネットで他にできることはないの？調べたいテーマの本を探すこともできますよ。本や雑誌などいろんな資料が見つかるかもしれません。それなら見つけた本を買って届けてもらうこともできるね。調べるポイント。いくつかの資料を集めよう。書いている内容を読み比べよう。見つけた本の名前やサイトの名前は書いておこう。